入れ替わりと前払い。アクセル全開。あ、それは大丈夫ですよ。ちょっとね、これ一回張り込みにまだ行ってきます。さて、出すようだね、これ。詰まるってことはね、多分考えられないんで、ちょっとね、離れます、まだ入れ替わりがね、半分ぐらいかな。他のとこはやってるとことやってないとこはね、半分半分ぐらいです。出さなきゃなんないんだよね。というわけでちょっと日陰になっちゃうね。ちょっとっていうか、ちょっと一回ね、戻ってもみをね、乾燥したもみをね、袋に詰めます。さらに今買ってるやつをね、張り込みしなきゃなんないんで、ちょっとね、そっちに向かいたいと思います。じゃあそれでは現場からお伝えしました。一般人でした。一応うちの親父には引き続きね、GoPro の方で撮影してもらってるんで、後でね、GoPro で、編集して出すと思います。それでは張り込みいきます。はい、いよいよね、これから張り込みじゃなくて乾燥したやつをね、袋に詰めていきたいと思います。じゃあ、どうぞ行きます。果たしてできるんでしょうか。乾燥終わってもらってね、トイレに入れていきます。はい、ちょっとね、去年もやったんですが、一応ね、おさらいということで、このね、はかりの使い方をやっていきましょう。ここにね、20kg って書いてあるんだよね。この分銅っていうのは、これが 20kg って書いてあります。で、ここのメモリがね、ここの境目のここの切れ目、これが5にすると大体 5kg ってことだね。要するに 5kg で押すと、5kg の重さでこれがね、この上に上がるっていう仕組みになってます。 5kg、 これで 5kg だね。で、これをさらに乗っけるとプラス20になるから、こうやるとね、ここは25kg の力で押さないとこのね、はかりが動かないっていう計算になってます。というわけで、ここにメモリがね、書いてあるので、1キロ、2キロ、3キロ、4キロ、5キロ、ここで5キロに切りかけ合わせて、こっちにね、20キロ乗せると25キロっていうことだね。これで上にね、こう浮いた状態、中立の状態になるとちょうど25キロになるということです。それに合わせてちょっとね、袋に米を入れていきます。じゃあ入れていきましょう。
ちょっと母ちゃんが手伝いに来たんで、これでね、やっていきたいと思います。じゃあ袋を持ってきたんで、詰めていきます。Yeah.